おはようございます。おはようございます。今日は広島県の道後山に登ります。霜が降りていて寒いです。天気はでもとっても良くなりそうです。それでは行ってきます。行ってきます。出前到着しました。はーい、全然展望ない。展望はないね。ただの休憩所だね。そう。ほんま。ああ、ほんまだね。あ、雲海だ。雲海や。うん。すごいな。海ちゃうやん、雲海やん。開けてきたね。うん。あれ、でも雲だね。あれ、雲だね。うん。すごいね。おお。天気。見える。うん。すごい、あったかい。うん。太陽出てきたな。うん。もう暑い。さっきまですげえ寒かったからな。岩木山着きました。多分岩木山でしょ、うん、読み方は、うん、やっかいしょよいしょ。ううう大山が見えます。岩木山は標高が1271メートルです。そして向こうに見えるのが今から行く道後山になります。それでは道後山に向かいます。寒いな、おい、ほんまに風が。
これ山ぶどうだから大輝さん食べたらいいと思うで。のどかですね。気持ちいいなここ、うん、もうここ最高だね。楽しいね、うん、なんかこういうとこすごく好きなんだけど、うん、最高、うん、気持ちいいわここ。はあ、大山見えるな。山頂残念だけど、あれほら多分あそこ弓ヶ浜じゃん。あ、ほんまだね、うん、あそこ米子だね。見えてんじゃん。ああ、見えてんね。じゃあ大山からもこっちは見えとるけど、多分いろんな山に囲まれて分かれへんねんな。そんた大勢。うん。道後山山頂到着しました。道後山標高が1269メートルです。今日のお昼ご飯はラーメンです。あ、全部入れちゃった。これもだ、これだ。今日は広島県の道後山に登りました。岩日山から道後山までの稜線は景色がとっても綺麗でおすすめです。ぜひ登ってみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。次の
の動画でお会いしましょう。